どうもこんにちは、たまちゃんです。では今回は引き続きパブリックテストサーバーで開催中のエクスペディションズ・ザ・ピットにてカスタムワールドの高難易度設定でどんなゲーム体験を得られるのか試してみたいと思います。まあ高難易度設定が欲しいというのはもう昔からね、私はずっと言っておりまして、カスタムワールドに実装されましたが、やはり欲しいのはアドベンチャーワールドの方ですよね。クリアが困難だと思われる難易度で、もうネット上の知らない他の人と一緒に攻略する、そういった共同感を得たいんですよ。で、エクスペディションズはエンドコンテンツになり得るという話でしたが、やはり現状はね、無難なバランスの取れた難易度となっており、もう成長したキャラクターにとっては簡単にこなしてしまう状況です。もう難しさをね、感じたい場合、構成を崩して縛りプレイをするしかありません。よって本実装されるまで、あるいは実装された後でも、なんとかね、難易度選択を実装してほしいところですが、仮に難易度選択が実装されたらどうなるのか、まあ果たして面白い体験を得られるのか、ここら辺を本日は試してみます。で、難易度設定はいろいろありますが、パブリックワールドで用意されているデュエラーマス大基準で行ってみましょう。これは全体的に敵が強くなりますが、こちらも少々強くなります。よって難しいけれど敵が硬すぎず撃っていて楽しい、そういう感触を得られるバランスとなっています。まあフォーラート4のサバイバルモードに近い難易度になりますね。まず天候はダークボグ、これにしましょうか。ザ・ピットでもこのダークボグは有効になるんですかね。ちょっと気になるな。で、ディフィカルティが一番難しい。ニュークリア。で、装備の耐久性が強い。インビンシブル。そして与えるダメージが高い。50% アップ。これがデュエラーマスダイ、その難易度ですね。よし、では構成はヘビーガン。これのね、ガトリングガン。こちらを使っていきましょうか。これは程よく強い武器ですね。まあ連射力は低いため瞬間火力はありませんが、もう一発一発が重い一撃で敵を狙って撃つ楽しさがあります。で、弾薬コストは一番安い武器となるため人気武器でもありますね。で、はじめはパーマーなしで進めて、で、ちょっと難しいと感じたら、体力上げてね、パーマーに乗りましょう。まあ、構成はだいたいこんな感じですね。いつものテンプレートに合わせて、ヘビーガン。これを設定しています。で、エクスペディションズ。こちら行ってみますが、これなんか2つありますけれど、こっちはやっぱり遊べないみたいな、聞きましたね。ちょっと選んでみようか。コンファーム。ああ。やっぱ無理だ。ん？待てよ。ダークボグの設定が有効になってませんね。おかしいな。設定間違えたかな。ちょっと天候設定が有効になってないので、もう一回確認に戻りましょう。ダークボグになってんだけど、おかしいね。有効にならないのかな。まあいいや。仕方ない。さあ、ちなみに、やはりキャンプモードは無理か。エクスペディションズでは。カスタムワールドのね、どこでも配置なら、可能の可能性もかけてみたんですが。無理ですね。ここには、あ、早速敵いますね。ここは前回来てないかな。とりあえず撃ってみるか。さあ、早速、ステルスのヘビーガンで。狙ってみましたが、いきなりデンジャーだね。しかし倒す。こっちはどうなんだ？この後のクエスト目標に指定される可能性もあるんだから。ああ！一発で死んだ。何起きた？低体力だとね、ちょっと難しい可能性ありますね。即死は考えていなかったな。しかし。いくら難しくてもね。さあ、目の前に敵いますが、ガト倒してと。あれ？爆発に今巻き込まれて、体力瀕死？おかしいな。
ファイアプルーフ聞いてない？つけてるよね。で、今回は、そう、レジェンダリーパークのね、これをつけてみたんですよ。敵を倒すと稀に爆破する。で、これで、瀕死になってますね。ちょっとまずいかな。一回違うのにするか、じゃあ。じゃあ、これでいいや。フォロースロー。あんまり使ったことないけど。とりあえず、ここの目標を、達成しろとありますね。これは以前と一緒かな？まずは周りの敵を倒すか。死なないようにね。おっと、見つかる。見つかった。ソロはどうだ？打ち合いは今んとこ、問題ないが。合うぞ。そう、一度エスケープアーティストは効かない。よし、打ち合う。うん。やりますね。後ろにいるか。上だ。まずい。うわ、つい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 。まずまずい。右がやばい。うわ！スティンパークで回復中は、なんとかなるね、しかし。受けるダメージはそんなに多くない。頭を狙いたいが、なかなか当たらない。お、来るぞ！うわあ！これは、厳しいな、低体力。パーマー乗るか。体力上げてね、仕方ない。なるほどね。確かに難しいね。血濡れ構成では。そう簡単にはいかないかもしれない。では、とりあえず体力、マックスにしましょう。これでどうなるか。あとちょっと暗いからね。まあ、明かりもつけていきましょう。さあ、行くぞ。パーマーの効果で敵の位置はわかりやすいが、似てるな。まず奥のあいつだ。ああ、それなり課題。うわ。頭に当てれば。うん、いきますね。これはタイヤーマの爆発。ガトリングガンですが、致命的な一撃もらった。危ねえ。4発ぐらいで死ぬな。下手すると。どこ行った？そうか。よし。まだ外にいるみたいですね。そいつを倒すの先かな。まあいいや。起動しよう。さあ、どっちから来るかな？そっちか。ミニガ持ち。よし。スレッジハンマー持ちを倒してと。さあ、撃ち合ってますが、まだセーフ。いいぞ。どこだ？後ろにいる？ああ、いろんな音がする。ああ、致命的な一撃がでかい。こちらひるむからね。さあ、足元狙う。左のやつを先にやるか。よし。やつを狙ってと、次あいつだ。2体いますが。ほら、動くな。勝て。残りあいつだ。うわぁ。さあ、第一陣。クリアですね。これはスティンパック結構拾っといた方がいいかもしれませんね。かなり使うことになるかもしれない。あらて。あ、これは敵が怪我するパーク。それも有効かもしれませんね。危ねえ。ラックにありましたよね。ヘビーガン用は。名前忘れたけど。後で設定するか。さあ、なんか、爆弾持ちがいるけど、あれに巻き込まれると厳しそうだね。危ない！うおー、やられた！強かった。あまりゆっくり練習はできないな。ワンガンアーミーか。これは効くでしょう。敵の体力が多いんであればね。あと、敵を倒せばいいんであれば、内部でね、戦う必要はないかもしれませんね。もっと安全な位置に位置する。敵に狙われないね。そうした方が良いかもしれない。こっから当たんないな。一人称はどうだ？一人称当たる。頭を狙ってと。よっしゃよっしゃ。残りは？下か？どこだ？あそこにいる。さあ、貴様を
ぬっ殺す。安全な位置。この辺どうだ？来た。外から来んのか。うん。うまく待ち構えてね。やるのも手でしょうね。さあ、ここから。あわせほ、あわわわ、ちょ、ひるんでる間に、開封できずに、そうはやれてしまった。アダマンチームスケルトンってありますけど、あれ有効かな？どうでしょうね。V ダメージを完全になくすみたいな。そういうパークですよね。一旦お試しでグーリッシュを削って、アダマンチームスケルトン。これどうだ？でもな、パーマに乗っていてもね、すでにね、ひるみますからね。あんまり意味はないかもしれないが。うん。この辺から外からね、狙った方が圧倒的にいいでしょうね。近いぞ。さあどうかな？まず一体倒す。おっと！ランチャー。来たのか。あ、それ誰欲しい。あ、ボスだこいつ。道理で強いはずだ。と、スティンパック。さあどうかな？頭を狙ってと。勝てーぞこいつは！あー、ダメだー！やっぱりひるむ。ひるんで即殺される。アダマンチームスケルトンは意味ないな、これな。仕方ない。気合で頑張るしかないね、今んとこ。そう、こういうのなんだよ。他の人と一緒にね。超難しいモードを頑張って攻略する。もちろんレガシー武器はなしで。こういうのやりたいんだよ。少なくとも一人では難しいバランスですね。まあ、もっと強い武器を使うという方法もありますけど。クリティカル罰構成でね。まずはボスキャラ以外をね、やってしまいましょう。そうすれば被弾も下がるはず。奴らからはね、狙いにくい位置。そこから狙いましょう。残りはボスだ。そこの隙間を縫っていく。よしぞ。この位置は悪くない。頭ガンガン狙える。あっと。動かれると厳しい。奴は、怪我しないのかな？このボス系は。ロック&ロードがね、あまり効いてませんね。ちょっとバッツで確認してみようか。ああ、でもゼロになってますね。もろもろ、ゼロになってるよ、すでに、やっぱり。たくさん当ててるからね。一人称で、ここなら撃てるか。ちょっと当たんないな。この位置だ。うわあ、やったとー、強かったな。おお、ランダ系がやばい。全然防げない。そこからは、内部に敵が、いっぱい出てくる場所ですが。あ、止まる。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、これは悲惨だ。はい、ではフリーズして止まってしまい、またもろもろね、設定し直しが必要なため、本日はこの辺にしましょう。今回はエクスペディションズザピットをデュエラーマスト大基準でどんな体験を得られるのか遊んでみましたが、まあ、かなり難しかったが、油断しなければ結構やれるレベルですかね。連射系の武器を使われるとコロッとやられてしまうため、それだけは注意が必要でした。なので最後のトロッグラッシュまではステルスでプレイするか、あるいは今回使った武器よりも火力の高い武器を選択してもっと早めに倒すようにする、もしくはオーバーイーターといったより硬いパーマーセットを集める。まあ、そういったね、攻略を考える楽しさが生まれます。というわけで、エクスペディションズにね、段階的に難易度設定を設けてもらい、もう難しければ難しいほど、経験値やら、クリア後の報酬が良くなる。といった具合にしてもらうのが、もう長く遊んでるね、私の望みとなっております。では次回は、またちょっとね、エクスペディションズで試してみたいことがあるため、そちらを撮影していきたいと思います。実況はたまちゃんでした。